ザベーズは横浜 DNA ベイスターズが運営するスポーツを軸にした複合施設である。ベイスターズの本拠地である横浜スタジアムから通りを一本隔てた隣接地に位置する。大阪に本社を置く日本面下は1918年に横浜出張所を開設しギートの取引を開始した。第一次世界大戦後は敵国財産として 政府の管理下にあったドイツのアーレンス商会の山下町に所在した事務所倉庫を譲り受け横浜支店として使用していたが1923年の関東大震災で消失した。震災後は横浜公園近くの現在地に新たな横浜支店を建設した。第二次世界大戦後は新中軍により接収され物資集散拠点として使用された。 1954年に日本政府が買収。1960年より事務所旨が関東財務局。1964年からは倉庫旨が労働基準局の庁舎として使用された。1993年に両庁舎が横浜第二合同庁舎に移転した後、1997年から横浜地方裁判所建て替えのため仮庁舎となる。 2003年に横浜市が取得し、2005年8月から12月にかけて横浜トリエンナーレの拠点、2006年4月から2010年3月までは文化、芸術の創造拠点、ザムとして活用された。2014年8月からプロポーザル方式による旧事務所胸部分の活用事業者の公募が行われ、有林道グループによる 書店を中核とした提案や、東急不動産によるクリエイターのインキュベーション施設など9社の応募から、スポーツとクリエイティブを組み合わせた提案を行った横浜 DNA ベイスターズが選定された。本施設は、隣接する横浜公園及び横浜スタジアム、横浜市庁舎移転後の跡地活用や、横浜文化体育館の再整備を見据えた、横浜スポーツタウン構想の主要な拠点の一つとなる。 2017年1月12日、横浜 DNA ベイスターズは、施設名称をザ・ベイズとする旨を発表した。この名称には、横浜スポーツタウン構想の基地、横浜 DNA ベイスターズ、横浜港などの意味が込められている。1階には、ライフスタイルショップ B と、ブールバールカフェ &Q がある。ライフスタイルショップ B は、横浜スタジアムから移転したショップであり、 単に応援グッズにとどまらない日常生活で使えるアパレルや日用品を販売している。ブールバールカフェ &Q では球団の青青量寮で若手選手に提供しているカレーライスやベースターズオリジナル醸造のクラフトビールなどを販売。主催試合開催時には店内でライブビューイングが行われる。2階のクリエイティブスポーツラボは主にクリエイティブ企業や 大学の研究室、個人のクリエイターなどが使用するシェアオフィスとなっている。地下のスポーツスタジオ、アクティブスタイルクラブでは、見るスポーツであるプロ野球に対し、自ら行うスポーツの拠点として、ディアナによるキッズチアリーディングプログラムや、一般向けフィットネスプログラムが実施されている。このほか3階は会議室と多目的スタジオ、4階は球団事務所として使われる。 日本大通りに面したエントランス。この写真ではわかりにくいが、左右の垂直の突起部の下場に小さなペガサスの彫刻がある。近畿地方を中心に数多くの商業ビルを手掛けた渡辺武士による設計で渡辺が携わった作品としては横浜に残る唯一の建物である。正面右下の祖先にはマクマックスバイ ADE とローマ数字で刻印されており、 1927年には外交が出来上がっていたと推測される。外壁は水平方向に削りを入れたスクラッチタイルで仕上げられている。近い時期に建てられた神奈川県庁本庁舎や横浜地方裁判所も褐色のタイルで仕上げられており、昭和初期の建築の流行であったことが伺える。横浜公園側から見て、右手の4階建ての倉庫棟の最上部と左手の 事務所棟の3階の高さがほぼ同じであり、外観を整えるため事務所棟の3階と4階の間にコーニスが設けられている。日本語通りに面したエントランスの中東には小さなペガサス像が刻まれている。最長部のコーニスのロンバルディア体と呼ばれる小さなアーチ状の装飾も特徴的である。建物内には水洗トイレや暖房設備も備えられていた。 旧事務所棟部分は2013年11月15日に横浜市指定有形文化財に指定された。ありがとうございます。